どうも皆さんこんにちは、コタパパです。私の家族の話なんですけども、先週ですね、ちょっと子供が病気になりまして、そのまま入院っていうことに、なってしまったんですね。まあ付き添いという形で、まあ、病院を行き来してたので、 YouTube の方まで手が回らなくなっていたんですけども、この度無事退院することができましたということで、 YouTube 再開。商品が届いてたんですけども、まあ、さっきの事情でちょっと動画を作る機会が時間が作れなかったので、その品から、レビューをまた始めていきたいと思います。今日もね、コスパのですね、完全ワイヤレスイヤホンのご紹介をさせていただきます。先に金額をお教えしますので、その金額を頭に置いて聞いてくださるとありがたいです。定価が約5000円で、1500円オフ、購入価格は3500円です。4000を切ってきましたね。それではレビューをしたいと思います。レッツゴー。はい、今日ご紹介させていただきますのはこちらの、タオトロニクスから出ている、サウンドリバティの53という商品になります。それでは早速オープンしていきましょう。きれいきれい。オープン。まずは、取扱説明書ですね。チラシ的なものが入っていて、USB の、Type-C の充電ケーブルになります。あとは、はい、イヤピースが、こちらに3種類ありまして、デフォルトでついてるのと合わせると4種類ということになりますね。まあこれだけサイズがあればどれか自分の耳に合うものが見つかると思います。同梱物は以上です。はい、それでは本体を開けていきましょう。オープン。はい、出てきました。こちらに、タオトロニクスと、刻印があります。った感じは軽いですね。まあ、ケースはちょっとまあ、プラスチックな感じが舐めませんけど、お値段でって考えると別にあれかな。特には気にならないかな。こちらに、充電口があります。では開けてみましょう。オープン。はい、このような感じになっています。それでは美味しく味わっていきましょう。はい、それではまずスペックの紹介からいきましょう。サウンドリバティのこちらは第4世代に、まあ今一番新しい最新なのかな、第4世代の、商品になります。 Bluetooth は 5.2、で、コーデックは AAC 対応
IPX が7の完全防水になってますね。すごいですね。連続再生時間ですけども、イヤホンの単体で7時間、ケースと併用した場合は最大で30時間使うことができます。あとね、こちらで、ハンズフリー通話もできますし、それでは装着していきましょう。はい、それでは装着していきましょう。開けた感じはこんな感じです。これがね、別名黒いうどんって言われてるんですよ。黒い部分が黒いうどんだそうです。皆さんはどうですかね。これ一応カナル型の、イヤホンになるのかな、それではですね、装着して音楽を聴いてみたいと思います。つけた感じはこんな感じになります。うどんですね。それでは、ちょっと音楽を聴いてみたいと思います。ミュージックスタート。ちょっと止めます。はい、実食してみました。音質は低音が少し強めに出てて、音全体を、ちょっと底上げするような、低音ちょっと強めの設定になっています。ボーカルはですね、よく聞こえてですね、吸音域が、よく出ていますね。この方も、均一のならない程度でね、いいんじゃないかなと思いますね。これで3500円。あと操作関係をちょっと説明しますと、タッチセンサー式のボタンになります。で、右を1回クリックすると、ボリュームの、アップですね。で、右を2回タップすると、再生停止で、3回タップすると曲の先送り。逆に左側は、1回押すとボリュームの2回で、再生停止かな。で、3回押すと、曲戻しになります。すべてタッチセンサーでできるので、使ってるうちにこれはすぐ慣れていくと思いますので、それほど気にすることはないと思います。なんだろう、片耳1個しまって片耳だけでも音楽を聴くことできるんで、概要も気にしながら音楽を楽しみたいとか、そういう用途には、いいんじゃないでしょうか。防水性能 IPX7 も、この7のレベルっていうのは、イヤホンつけたままお風呂に入れます。シャワーガンガン浴びても、大丈夫です。ほぼっていうか、完全防水と言っていいと思いますね。音は非常にいいんですよ。すごい、この値段で、勝負できるんじゃないかなっていう機種が、こちらの
アンカーから出ている、サウンドコア、リバティエア2プロ、前ご紹介したんですけども、これもリバティですね。トートロニクスのリバティ、偶然かな。これはノイキャンと、外音取り込み機能がついて、1万3000円ぐらいだったかな、ここからノイキャン外音取り込み機能をそぎ落とすと、こちらのタオトロニクスの、サウンドリバティ53になるような気がします。正直ね、このままでも、勝負できると思うんですよね。あまり、お金をかけずにいい音を聞けるのは、こちらのタオトロニクスになります。なんだろう、アンカーに喧嘩吹っかけることができるんじゃないですかね。それぐらいレベルが高いです。これだけでも音の遮蔽性が非常に高いですね。ノイキャンとか外音取り込みとかそういう付加機能がない分、なんていうんだろう、音の粒がちょっといいような気がしますね。それではまとめていきましょう。はい、今日ご紹介させていただいたのはこちら、タオトロニクスのサウンドリバティ53というものになります。まとめますとですね、このお値段ではありえないぐらい音質がいいです。中音域の解像度が低音や高音よりもちょっと良い感じを受けました。で、非常にクリアに聞こえますね。で、低音もモヤっとすることなくキレのある低音を出してくれています。防水性能と連続再生時間もケース込みで30時間可能ですし、バッテリーの心配も少ないかなと思います。イヤホンをまだ持っていないですとか、ちょうど安くていいのを探してるんだなんていう方にはですね、こちらタオトロニクス、こちら、おすすめしたいと思います。対応コーデックが、AAC のみなんですね。だからその Android 用にね、AptX なんかは、AptX 入ってないのは残念なんですけど、価格の面を考えると致し方ないというか、そういう切り口で来たのかっていう感じですね。はい、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。またね、これから、気持ちも新たに、動画の投稿を頑張っていきますので、ぜひ遊びに来てください。今日の動画見て、よかったかもなんていう方が いらっしゃいましたら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。